に行くのね。月の神獣トートマーニがいる地よ。頑張って。もう町への出入りは自由になっているはずだ。何か変わっているだろうか。寺穴に人がいる。新月の時期でなくとも出入りできるようになったからだな。復興の兆しがあるみたいで嬉しいよ。でもエテラナからは神獣の影響が感じられるわ。みんなも気をつけて。そうなんだ。見た感じわからないけどな。だが確かに胸の中がざわめくような不快感がある。これが神獣の影響だろうか。ミルパ様も来ているじゃないか。彼にエテラナの状況を聞いてみよう。知ってる人がいてよかった。ミルパ様に声をかけてみよう。ミルパ様、お久しぶりです。おお、モートレアか。それに巫女たちも。お役目はどうしたんだ。まだエテラナにいるなんてマナの女神も悲しむぞ。ミルパ様、私たちはゆえあってエテラナに戻ってきました。このことは女神様も許してくださっています。なるほど。ではエテラナの災いを女神は許容するのだな。もう何もかもおしまいだ。ミルパ様、どうなされたのですか。いやすまんな。今は何もかも笑いたい気分なのだよ。モートレアのおかげで町に人が入れるようになった。各地に散ったエテラナの民が集い始め、町の復興を志した。だが近頃になって皆の様子がおかしくなったのだ。無用に泣き、怒り、笑い飛ばし、不和が続く日々だ。この調子じゃ町の復興なんぞ夢のまた夢だ。エテラナに伝わる災いが始まったのかもしれんな。悪いことは言わん。お前たちも早くここを去った方がいい。ミルパ様、あんな人じゃなかったよね。ああ、断じて。彼はいつでも冷静な人だ。町の矜持を笑い飛ばすような方ではない。近頃の話だと言っていたから、月の神獣が復活した影響だろうな。ごめんな、モトレア。うちが間違っとった。カリナ、どうしたんだ。もうずいぶん前になるけどな、デッティの大絶壁でな、うちがモートレアは気にしいってからかったやんか。モートレアが正しかったや。あの時もっとうちが真面目に受け取っとったら。いや、あの頃はこんな状況ではなかっただろう。カリナが気に病むことではない。モートレアさんは優しすぎます。パルミナ、先ほどのミルパというお方の言い草はあんまりです。あそこまで言うことはないと思うんです。怒りがどんどん湧いてきます。私、彼に抗議をしてきますわ。待って待って、ミルパ様に文句を言ってもどうにもならないよ。カリナが泣いてパルミナが怒って、珍しいしおかしいね。ジュリがうちのことを笑った。聞き捨てなりませんわね、ジュリさん。私とて怒りどころはわきまえていますよ。全然わきまえられてないよ。
楽しいからギター弾いちゃおう。みんなまでおかしくなっちゃった。モードレアは平気、僕は大丈夫だと思う。多分。ああ、私もいつも通りだと思う。おそらく。やれやれ、自信を持ちなさい。あなたたちがしっかりしないとダメじゃない。フェアリー、君も大丈夫みたいだな。多分ルナも平気だと思うから呼んでくるわね。とりあえずみんなは休ませた方がいいんじゃない。そうだな、こんな状況だが宿屋くらいはやっているだろう。様子がおかしいみんなを宿屋で休ませてあげよう。少し休憩しよう。いつもの枕やないと眠れへん。お家帰る。ロングレン帰る。あんまり深刻な顔をしちゃダメダメ。こういう時こそ笑顔ですよ。奇妙な夜だと思ったろう。でも実はいつも通りさ。君たちが気づいていないだっけ。暗闇は常に色とりどり。疲れる。いっそ私もこうなれたらどんなに楽か。ダメだよ、モードレアはそのままでいて。そもそもどうして私たちだけが平気なんだ。それは私から説明します。ルーナじゃないか。久しぶりとも言えるし、そうでないとも言える。お二人があのように心が乱れない理由、それは心の力を司る巫女であるからです。月、光、そして闇、これらの巫女は月の神獣による心の乱れを跳ねのけます。じゃあ足もきっと平気なんだね。今この時ばかりはあいつがいてくれればと思うよ。復活した月の神獣トートマーニを倒さぬ限り、エテラナの周囲に立ち入る者は心が乱れてしまいます。人々はエテラナの悲劇から立ち直り始めていました。神獣の復活でその道が陰るのは悲しいことです。月の巫女としてもエテラナの現状は許しがたいものだ。トートマーニは私が必ず倒します。モートレア、あなたならできると信じています。月の神獣は今はクレアーノ城にいるはずです。
月は人の心の移ろいを示すもの。満ちては欠ける状況にどうか惑わされないで。この状況を打破できるのは私たちしかいない。バル、よろしく頼むぞ。もちろんだよ。クレアーノ城に急ごう。月の神獣を倒すんだ。なあなあ、うちらのこと置いていったりしいひんよね。皆も連れて行くべきだろうな。置いていった方が不安だ。町の北門の先にお城があったはず。そこを目指そう。品揃えの前にひれ伏すがよいにゃ。長女は店を持ち、次女は旅を続け、私は本を書く。あなたのお買い上げが私たちの夢を支えるのですにゃ。この三人も心が乱れちゃってるのか。でも買い物はできるみたいだな。はい、いらっしゃいませにゃ。どれもおすすめですにゃ。また来てほしいにゃ。はい、いらっしゃいませにゃ。よりどりみどりですにゃ。また来てくださいにゃ。クレアーノ城。嫌な気配がするわ。月の神獣トートマーニは確かにこの中ね。今の声は神獣か。いやー、カエルの声です。怖い怖い怖い、誰か手つないで。神獣おるな、逃がさへんで。先が思いやられるな。心を強く持とう。この先何があってもね。中に立ち入るのは初めてだな。魔物の巣窟になっていると聞いていたが。カエル、どこ？ここにはいない。ああ、豪華なお城や。こういうところで踊れたら楽しいやろな。あれ、あそこに誰かいる。見間違いじゃない、城に人がいる。これは金環月食の時と同じ。なになになに、人が出てきた。怖い。あれはお化けです。私本で見たことがあります。あれは幻影やね。きっと前にエテラナ来た時に見かけた人たちやな。それってつまりやっぱりお化けじゃん。怖い。確かに16年前に消えた人たちだ。一体何が起きているんだ。
こっちを見ているよ。話したいことがあるのかも。母さんはいないか。いや、あれらはあくまで幻影なんだ。こちらの心を乱そうとする神獣の手かもしれない。今は神獣を倒すことが優先だ。先を急ごう。モートレア。心に左右されるのがこれほど厄介とはな。そんな気にせんでも誰かが何とかしてくれるやろ。その誰かは僕たちなんだよな。こんなところにいるとは。喜びそうだな。いただいておこう。やっ、はっ、もらっておこう。なあ、中は結構新しいのかな。いや、これはまるで過去のクレアーノ城に迷い込んでしまったかのようだ。この部屋からは城の中には進めないようだな。別の進路を探そうか。おやおやおや、こんなところに砂時計があるね。怪しいな。触らない方がいいだろうな。この砂時計、月の力を感じるよ。なるほど、ルナスフィアが使えるかもしれない。砂時計をくるくる回せば時は行ったり来たりする。ルナスフィアでくるくる。うちもルナスフィア。みんなの様子もくるくる変わっていくな。行くぞ。時の流れが変化しているな。はっ、もらっておこう。はあ、
変化しているな。よし、手に入れたぞ。いただいておこう。流れが変化しているな。うん？行くぞ。力が溢れてくるな。流れが変化しているな。薄暗くて怖いな。もう帰ろうよ。そんなこと言わないで頑張ろう。ジュリ、僕たちもいるから。バル、君がいてくれて本当によかった。
そうだな。もらっておこう。見て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 、あそこ宝箱ある宝箱や。開けよ開けよ。宝箱のことよりもこの先への行き方を考えよう。あそこ歯車が積み重なっているみたいだね。ジャンプすれば行けるかな。そうだな、歯車の突起から飛べば届きそうだ。ねえ、歯車なんてどうでもええやん。二人は宝箱気にならんの？開けたい。はいはい、そんなに気になるなら開けてみる。ジャンプせんでもラムコに乗せてもらえばええやん。フラミーの力を貸してくれるのか。ダメ、ラムコはもっともっと広い空を飛ぶべきや。そっちが言い出したことなのだが。はっ、アナグマが喜びそうだな。はっはっ、もらっておこう。ありがたい。強い敵と遭遇できるかもしれない。掘り出し物がある。我が油断せず、お前の未来を見せてやる。甘い。お前の未来を見せてやる。装備を新調しようかな。アナグマが喜びそうだな。掘り出し物が貴重なものだな。喜びそうだな。よし、手に入れたぞ。このお城立派ですね。とっても高いです。エテラナが作られた時、ここも建てられたと聞く。月の砂時計、エテラナ、クレアの城、すべてがつながっているんだ。エテラナを作った人ってすごいんですね。
ナグマが喜びそうだな。よし、手に入れたぞ。急ぐ。もらっておこう。アナグマが喜びそうだな。時の流れが変化している。いただいておこう。何が入っている。おお、いただいておこう。喜びそうだな。あそこから出られそうだが、ちょっと高いな。こんな時こそ気合と情熱が大事ですわ。私たちの底力を見せる時が来たのです。そうだね、ここで立ち止まるわけにはいかないもんね。様々な困難を乗り越えてきた私たちに不可能はありません。さあ、皆さんで肩車をして乗り越えましょう。肩車は無茶だよ。それは別の機会にするとして、この歯車はひょっとして上から落ちてきたものか。だとするとルナスフィアで時を戻せば歯車が元の場所に戻るかも。やってみよう、モトレア。時の流れが変化しているな。頼む。時の流れが変化しているな。出番だ。うまくいってよかったね。歯車から落ちないかちょっとヒヤヒヤしたよ。肩車よりはずっと楽だったな。さあ、月の神獣のいる場所を目指そう。行きましょうよ。ファイトー。モートレアさん、声が小さいです。もっとお腹から力を込めて。おお、まだです。それでは力が入りません。さあ、もっと出して。勘弁してくれ。